んこんにちは、フィルムチャンネルのハルコンとウルフキャットの ET ちゃんとウルフキャットのグレムリンちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。毎日暑いですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。あら、イーちゃんとグレちゃん見れてるかな。あら、グレちゃんこんなに大きくなりました。グレちゃんはね、もう小さい時からいろいろ画像でね、皆様にお見せしてるんだけれど、9ヶ月半になりました。でもね、もうグレちゃんもほん本当によく食べるからね、なんかイーちゃんと比べてほとんど変わらないんだよね。だからなんかグレちゃんの方がちょっとあの横に広がってる感じがするんだけれど、イーちゃんは食がすごく細いからちょっとスリムなんだよね。実の姉妹なんだけれど、色がね、イーちゃんの方が白くってグレちゃんの方がグレーっぽいよね。もう2人とも本当に可愛いです。ツイッターの方ではイーちゃんグレちゃんの写真をよく載せていてね、近況を報告させていただいてるので、よかったらぜひ見てみてくださいね。さて、イタリアはようやくマスクの着用が解禁になりました。もう本当に長かった。イタリアはね、マスク着用は義務化されていたので、マスクをつけていないと罰金があったんだよね。そこが日本と大きな違いだと思うんだけれど、今はレストランの中やお店の中でもマスクの着用義務がなくなりました。でもね、お店やレストランの中で働いてる人はマスクの着用をしなければいけないということになっています。なぜかというと、密閉空間に長時間いるということで、お仕事をしている人たちの健康を守るためということが理由だそうです。現在イタリアではようやく人の姿がたくさん見られるようになりました。観光客も徐々に戻ってきています。それで、ね、今日はイタリアフィレンツェのサントスプリト広場で行われたアンティーク市場の様子をお見せしたいと思います。合わせてフィレンツェを流れるアルノ川の様子もお見せしたいと思います。なんとアルノ川の観光船もようやく営業再開しました。動画を見てもらえば分かると思うんだけれど、マスクをしている人たちというのはね、ほとんどもう見かけないですね。今はね、もう暑くなってきているので、みんなもマスクを外したいっていう人たちが多くって、ようやくマスクから解放だって言ってね、みんなほとんどマスクしていないですね。アルコはね、やっぱり街中の人が多いところではマスクをするようにしています。なんでかっていうとね、まあイタリア人をディスってるわけじゃないんだけれど、あのね、イタリア人ってね、時々ハクションとかゲホゲホゲホとかね、急に咳とかくしゃみとかするんだよね。だからね、空気感染がどうとかよりも飛沫がちょっと怖いよね。今回の感染症を経てマスクを着用するっていう習慣がイタリア人の間でも根付いたんだけれど、それまではウイルスの空気感染っていうのがイタリア人の間ではすごく希薄だったから、もうね、冬とかは冬季インフルエンザが流行るでしょ。でもね、イタリア人ってインフルエンザに関わっていてもやっぱり外出したがるのね。それでマスクとかしないで熱があったりギョーギョー咳をしたりしてるのに、人に会うと「あーちゃお」とか言って「元気」とかで「ギョギョギョ」とか言いながら、もうね、あーとか言ってハグとかしてくるわけ。で、ね、もうそれがね、すごくね、嫌で、ちょっと、みたいな感じだったのよ。正直言うとね、だって日本人の間では、こうやってね、ギョギョしながらマスクもしないで、わーとかやらないでしょ。イタリア人ではね、そういうことは、ね、普通に行われていて、やっぱりね、あ、元気とかでギョギョギョとかやりながら、こうやられると、なんか、わーとか思っても、こう、なんかハグとかされると、わーとか、こう、なんだろう、こう、避けられないじゃない。こう、うまく避けられないじゃない。なんか、避けるのも悪いなと思いつつ、あー、やめてやめてとも言えないし、だから、それでちょっと嫌だなーと思うことがあったんだけれど、今はね、ウイルスは空気感染するっていうことが、イタリア人の間にも幅広く根付いたので、それはね、すごく良かったなと思います。今は、こうやってハグをするっていうよりも、なんかね、腕でこうやってチョンってやって、元気とかいう挨拶の仕方とか、ハグをしないで、こうやってチュッチュっていう、こう、頬にキスをする、ジェスチャーをするとかね、こう、距離を保ったまま、なに、喧嘩しないでよ。あのね、子供子たち本当にもうね、もう遊んでるのが喧嘩じゃなくて、時々分かる時あるからさ。ね、それ何を言いたのかっていうと、距離を保ったまま挨拶をするっていう習慣ができました。よかった。ということでね、今日のイタリアフィレンツェの街の様子をご覧ください。どうぞ。
してる。最近ねすごく仲良くなってきていて、はるかもすごく安心しました。皆様にもお伝えしている通り、あんまり最初は仲良くなかったからね。可愛いね。もう本当にね、二人とも可愛いの。もう何度も言ってるんだけどね、可愛いの。可愛い。見た。ちゃんがね、しょっちゅうねこうやってお世話しに行ってるんだよね。こうチューしに行ったりするんだけど、グレーちゃんはねもうやめろって感じで結構冷たくあしらったりするからね。いーちゃんがもうぐっすんって感じでね、時々いーちゃんかわいそうになるんだけれど、まあね、こうやってね徐々に仲良くなってきています。で、ね、最近すごくびっくりしたことがあるんだけれど、2人ともねお手ができるようになったの。これね、また別の動画ね、皆様にちゃんとね、お知らせしたいなと思っていたんだけれど、なんかこうコミュニケーション手段でこうやってね、お手を拝借って言ってね、はいってやるのがね、可愛いなって思っていた時があって、それでね、教えたらね、すぐにできるようになってびっくりした、本当に。可愛い。それで、ね、その様子を動画に撮ったので、今度お見せしたいと思います。ぜひ、引き続きフィレンチャンネルの方、見てみてくださいね。ということで、イタリア・フィレンツェからハルコンと、イティちゃんとグルメリちゃんがお送りさせていただきました。皆様もお体くるぐるも大切にしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。